10月22日、この花区にあるセレストスポーツパーク舞洲で、関西マスターズゲームズ市長杯第56回市民ソフトボール大会が開かれました。男子の部、女子の部が行われるこの大会は、ソフトボールの普及を図るとともに、競技を通じての健康増進、親睦を深めてもらおうと、大阪市と大阪市ソフトボール協会が実施しました。参加資格は男女ともに、各区ソフトボール連盟、協会の代表や推薦などを受けたチーム。今回男子の部は市内20の区から24チームが出場。トーナメント方式で熱戦が繰り広げられました。一方、女子の部は今回他の大会との兼ね合いで出場チームが減ったため、西淀川区、宮古島区、旭区から3チームが出場。総当たりのリーグ戦が行われました。スポーツをすることによって精神的な安定、それと体力の増強、いろんな面で人間としての、ステップアップ、それをこの市民スポーツを通じて、皆さんに実践していただきたいと、それの手助けになれば一番いいのかなというのがあります。毎日の生活が、充実した生活が送れるのではないかと思うので、皆さんスポーツをやりましょう。